こんにちは、スイッチマンです。ダークプリズン第7話始めていきます。前回はシアンのケルベリオンをなんとか倒せましたが、ほんとギリギリでした。改造資金が足りないです。誰か幸運覚えてくれんかな。ではインターミッションです。今回はサビーネとセレーナさんしか出撃できないので、セレーナさんを2匹に乗せ替えてます。なのでウィートルと2匹をできる範囲で強化しときます。それでは始めていきます。
このシーン第2次 OG のユーネルートでありましたね。まさかのデモンゴーレム？デモンゴーレムを操作すんの？あ、できねえや。なるほど、勝手に動くけど3体以上残してクリアしたら SR ポイントあげるよってことね。ちゃんと防御してる。もしくはド M のゴーレム。地上によって状況済みか。ドエムンゴーレムってやつか。命中率は悲惨なものですね。まあ、できればゴーレムには倒させたくないので、よしとします。妖装機の力、たっぷりと見せてあげる。愛の鞭を受けなさい。てか、セレーナさんはいずこに？おいおい、あんまり被弾すんなよ。倒さんといてね。そっちに出てきてくれてちょっとほっとしました。そっち側の敵をセレーナさんに任せようかな。格が違うのよ、妖装機と魔装機じゃね。ローズカッター踊れ。は防御しよる。魔装機、リエンジ。オーケー、仕掛ける。ブーストナックル。自称人名、よくも。ひらめき使っとけばよかった。これやばいね。ウィートルに修理装置とかつけれんしな。回復手段がエルマの信頼しかないし、妖精でエルマに SP アップつけとけばよかったかな。ゴーレム3体残すのもなかなかしんどそうだ。
どうしようかな。ダブルアタックいけますね。必中が必要か。お仕置きをしてあげる。そう、私の手にかかっていったのに。いいわ、その望み叶えてあげる。アストラルバースター。手加減と回覧、そもそもこの人は技量高かったっけ？あっちの方の技量はすごそうやけど、集中とかが欲しいな。とりあえず信頼で回復を。まだ防御するんかい。反撃で削っていくしかないですね。地上人の隙にはやらせん。こいつを食らえ。こいつを食らえ。エルマ、状況は。このままダメージを受ければアウトです。あの魔装置と装置、ただものじゃないかも。敵、離脱開始。逃がさないよ。今です、セレーナさん。クライナー負けスプラスター。地上人命よこ。やっぱりアルバーダより火ダメが多いですね。ウィーゾルと2匹なら余裕と思ってたけど、うまかったな。もう、この一気は諦めよう。ゴーレムも一体落とされちゃいましたね。こっちのゴーレムは大丈夫そう。セレーナさんは、反撃で削ったやつを、始末していくとします。ラギアスに骨をうずめるわけにはいかないからね。私の胸の炎をプレゼン。マキシブラスター、シェン。燃えすぎで。踊れ！地上はひらめき使って下のゴリアテを削っておこう。被弾するなよ。よしよし。うわ、どうしよう。一発なら耐えれる。 40% の方に当たるなっつーの。倒すんじゃねえぞ。こっちは身を削りながら削ったんだかんね。ソゴーレムか。しかし、危なかったけどなんとかなりましたね。最後は揺れを堪能して終わりにしたいと思います。魔装機に遅れは取らない。私の胸の炎をくれて。マキシブラスターシェーッ。
わよ。各種元素を融合させ新しい力を生み出す。なんて原理はどうでもいいわよね。エレメンタルフュージョン。これ以上は。
ちょっと危なっかしいステージでした。味方が少ないんだから一緒に行動しててほしいですね。ということで、今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。